ああ、朝比奈さんは医師を目指されているんですね。それならこの手際の良さも納得です。え、まあそうですね。怪我の範囲が広いですね。隣の流し場に行きましょうか。大丈夫ですか？やけどは後になるので急ぎましょうか。あ、先輩、ちょっとだけ本当みたいに笑ってる。僕にはそこまで変化がわからないけれど、でも確かに最初見かけた時よりも柔らかい雰囲気があるような気がするな。いえ、お役に立てたならよかったです。これはただの憶測だけれど、もしかして彼女は医師というよりは。ん？朝比奈先輩？どうかしましたか？あ、ううん、なんでもないよ。でも素敵だな。大鳥さんも上城さんもやりたいことに向かってまっすぐ努力できてて、私はそういうの、全然なくって。え？どうして、そのように思うんですか？どうして。どうしてかな。なんとなく、ですかね。なんとなく、周りを見ていて。みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから、みんなでプロになるためにできることは全部やりたいって思ったんです。そう思ったんです。私には本当にやりたいことなんてないって。あれ、私、ちゃんと笑えてる？朝比奈先輩。ない、ということもないんじゃないですか？え？なんとなくで恐縮ですが、朝比奈さんにはやりたいことがあるのではないかと思って。そうですか。そんなことないと思いますけど。もしかすると気づけていないだけかもしれませんよ。実は僕は昔、自分のやりたいことがわからなかったんです。いや、わかってるつもりだったんですが、本当は全然わかっていなかった、と言うべきでしょうか。僕は最初、自分がやりたいショーを作れれば幸せだと思っていたんです。たとえ、たった一人でも。でも本当は、僕のやりたいことを、同じようにやりたいと思ってくれる誰かと一緒にショーをやりたいと気づいたんです。気づけなかったのは諦めていたからです。どうせ自分のやりたいことを一緒にやってくれる人なんていないだろうと。でも仲間に出会えて、本心を問われて、ようやく本当の気持ちと向き合えました。それで思ったんです。本当にやりたいことを自覚するのは
思った以上に難しい。だから、もしかしたら朝比奈さんもそうなのではないかと思ったんです。私は。すみません。自分のことばかり話してしまいましたね。いえ。テアテ、ありがとうございました。これでいい賞ができそうです。それなら、よかったです。